東京新聞の榊原です。東京電力の柏崎刈羽原発に関してお伺いします。柏崎刈羽原発は、首都圏電気を首都圏にも供給しており、都民にも関係が深い原発だと思います。この柏崎刈羽の再稼働についてどうお考えですか。東電の大株主である東京都知事として何かご意見を東電に伝えるお考えというのはございますでしょうか。はい、今回 の、 けあの決定でございますが、原子力規制委員会が発表したものでございます。いろんな面からの安全性の確保という観点からご判断されたものであり、この規制委員会の結論というのは尊重すべきものだと、このように思っております。一方で新潟県の方で、その安全性についてはまたご議論があるというふうには聞いておりますが、私は考え方の整理といたしまして、大消費地である東京の都知事として、また東京電力の大株主として、この点についてはですね、まず規制委員会の結論というのを尊重をするというのが1点、それから2点目がやはり地元の方々の、これは前他の原発の再稼働の時もそうでありましたけれども、これについてはですね、避難の確保が必要であるといったような、この2点が重要な要素かと思います。これについてそれぞれ地元でその避難ルートなどの確保等についてのご議論、そしてまたそれを強化されることだというふうに認識をいたしております。いずれにしましても、この判断というのはまずはこの規制委員会の判断が出たということは尊重すべきではないかと、このように考えております。今日公約で発表された憲法改正の部分で2点お尋ねいたします。小池代表はこれまでの改憲論議は9条ばかりに議論が集中して思考停止になってきたとおっしゃってこられたと思いますが、今日発表の公約で9条とはっきり書かれたということは、現行の9条に何らかの改善すべき点が余地があるとお考えだと思うので、どういう改正、どんな条文があり得るとお考えか聞かせてくださいというのが1点で、2点目が政策集の中で自衛隊をどう位置づけるかは国民の自衛隊を位置づけるかどうかは国民の理解が得られるかどうかを見極めると書いていらっしゃったと思うんですが、これは具体的にどうやって見極めるということを想定されているんでしょうか。以上2点お願いします。はい、9条だけではないという意味で広く議論をしましょうということを申し上げる意味で9条と書かせていただきました。もちろん9条の議論というのは当然出てくると思いますが、これまでのずっとメディアの取り上げ方一つを取りましても、そこのところにいつも集約していると議論が広がらないのではないかという心配でございます。まさしく国民的に議論をすべきではないかということでございます。自衛隊はこれまでも活躍をし、そしてまた国際的な平和活動などにも、活動をし、その評価というのは大変国民の間でも高いものがあるというふうに考えております。そういったことを踏まえて今後の自衛隊の在り方というのも、これも憲法改正問題とともに考えていくということではないかと考えております。9条のみならずという点で、その東京新聞さんもそう特にご興味のあるところだとは思いますけれども、そこだけではないということを再三申し上げているわけでございます。それではこれで終わらせていただきます。ありがとうございます。小泉元総理は原発再稼働反対ですよ。公約詐欺じゃないですか。規制委員会の規制じゃ十分不十分で、はい、ぶら下がります。終了です。原発テロ対策不十分って言ってますよ。